はい、では、開脚ができるようになるストレッチを紹介していきたいと思います。ではまず1つ目、足を両膝を立てていただきます。そしてまず両手後ろで、まあ、股関節ですね、鼠径部、股関節がちゃんと動くか確認していただいた上で、足をしっかり広げていきます。両手は膝の前、そして骨盤をしっかり立てておきます。で骨盤立てて体も真上に引っ張り上げます。つま先はできるだけ外、かかと前、そして膝も後ろ、この内ももを伸ばしていきたいと思います。息吸って吐きながら、まず右足からかかとをぐーっと突き出して、膝が内側に入ってこないようにちゃんと右手でサポートして、足のつま先を伸ばす。そして今度はかかとを突き出して、膝が内側に入ってこないように手でサポートしながら後ろです。でこの付け根の伸び感感じられます。繰り返していきます。今度は反対、長く伸ばして、でつま先伸ばす、そしてかかとを突き出して、膝が内側に入らないように後ろと思いながら膝曲げていきます。片方ずつできるようになったら、両方膝後ろ、両方の足しっかりと伸ばす。でそのままつま先伸ばす、かかとを突き出す、膝後ろと思いながら膝曲げていきます。繰り返していきます。両膝後ろ、しっかり両手で後ろに押し合った状態、かかとを突き出す、体も上に引っ張り上げたままつま先伸ばす、かかとを突き出す、そして膝後ろと思いながら内ももの筋肉をしっかり伸びながら使っている状態です。で何回か繰り返していきますね。ぐーっと肘で膝を押しながら、しっかりかかとを突き出して、膝も伸ばしきる、つま先も伸ばす、かかとを突き出す、そして膝曲げていきます。ぐーっと後ろです。その時にね、お尻の筋肉がちょっとポコッと盛り上がってるのを感じられたらいいですね。はい、でまずやっぱりさっきと同じように骨盤が立っているということが全体になりますので、背中が丸くなってしまわないように、片足の時にしっかり骨盤立てて、そして右手は前で、バランスも取れるところで結構です。でアップアンドオーバーですね、ぐーっと上に持ち上げたまま、できるだけ遠くの虹を作るような感じ、大きな橋を作るような感覚で体を倒していきます。でいけそうであれば、いけるところまで倒していきます。この腰も伸びるというのも大事になってきます。でつま先伸ばしたり、かかとを突き出したりしながら、もういける方はもう握ってください。で一度体を起こします。遠く通って体を起こす、そこから遠く通って、ぐーっと体が伸びるような感じで横に倒していきます。この時に骨盤が後ろに出てしまわないように、しっかり体を前に突き出して、つま先かかとを突き出す、つま先伸ばす、突き出す、伸ばす、で体を起こします。はい、じゃあ今度はですね、お尻の中の筋肉をしっかり伸ばしていきたいと思いますので、右の足が内側、ちょうど骨盤よりも膝を内側に入れます。そして左足抱えてもらって、膝と膝を重ねていきます。でお尻がポコンと浮いてしまう方は、この下にタオル少し引いていただいて、ギュッと座骨でお尻の骨で押せるようにしておきます。で体は上に引っ張り上げていきます。でそのままぐーんと持ち上げていきます。で余裕があれば、もう手を組んでいると、もう伸びるためですね、体ぐっと上に引っ張り上げて伸びるために、後ろで手を組んでいただいて結構です。肩甲骨も柔らかく、背骨を引き上げるため、胴体長くすると体前に倒れやすくなりますの で骨盤は立っている状態ですね。でもさらに余裕があれば、体をねじってください。ぐっとねじっていきます。そうすることによって脇の筋肉も緩んできますし、背骨も柔らかくなります。骨盤がさらに立ちやすくなります。
開脚ができるようになるということは、やっぱり関節が柔らかい、股関節が柔らかいということになりますので、股関節周りのストレッチをしていただくというのが重要になります。骨盤をしっかり立てる、足はしっかり股関節から外へ開く、腰が伸びている状態というのがポイントになりますので、そこを気をつけながらストレッチをしてください。